皆さんこんにちは。うどんと骨付き鳥の国、香川県出身、東京在住のチャップ吉です。さあ本日はビデオブログというところで、ちょっとね購入したものがありますので、それを開封していきたいと思います。原点に立ち返った感じですね。カメラなんですけれども、3年前にこのソニーの RX100 シリーズの Mark 5ですね、これを購入してずっと使っておりました。これいわゆる高級デジカメっていう感じで、この YouTuber の方とかすごくよく使われてるカメラです。背景がすごくボケ味が出るのと、あとオートフォーカスが早かったりだとか、コンパクトなサイズなので、まあ、旅行先とかでもすごく持ち運びやすいっていうものですね。こういうコンパクトな三脚自撮り棒みたいな感じですね。このように設置して、でこういう風な感じでこう自撮りもできるし、あとなんか風景とか撮るときもすごく撮りやすいの、こういう感じで。でこれがですね、故障したんです。まさかの3年間しか経ってないのにもかかわらず故障した。電源つかないんですよ、電源押しても。でビッグカメラに持って行って修理どれぐらいかかるかって見積もり出したら、なんかもう5万ぐらいかかるみたいな。いや6万もあればもうカメラ変えてしまうやん。お金にめちゃくちゃ余裕があるというわけでもなかったので、まあずっと放置してたんですが、買ってしまいました。こちらです。来ました。これね、 RX100 シリーズなんで、この元々持ってたこれにかなり近いモデルなんですが、つい最近発売されたばっかりのこの Vlog キャムっていうね、 RX100 シリーズと近しいけど少し違う。で何が違うかというと、このようにビデオブロガーの方向けに作った、新しいモデルっていうことですね。なんでもうなんか、例えば YouTube で動画上げる人だとか、まあそのブログでビデオを撮っている人だとか、まあそういう人向けに作られた、もう初のもう最先端のビデオですね。ビデオカメラです。もうターゲット層がもう動画アップローダーになっているわけなんです。これは斬新な作品です。カメラと、あとさらにこの Bluetooth のこの自撮り棒。はい。これもセットのものなんです。で、今回金額が11万6000円ぐらいでしたね。ビッグカメラで。ビッグカメラの場合は、ポイントがね、なんか僕の場合1万ポイントぐらいつきましたんで、結局実質約10万円ぐらいでこのセットを買えたというところでございます。早速開けて開封していきたいと思います。久しぶりですね、このカメラを開封するという。いきますよ。お、来ました。いやー、久々にこの開封です。はい、一応保護フィルムね、これ600円ぐらいだったんで買いました。で保証書と、あと今回このセットだとね、バッテリーがついてくるんですよ。これ予備のバッテリー、これいいですよね。で僕はもともとこの RX100 シリーズの壊れたやつのバッテリーもこれ同じやつなんで、これも一応使えるっていうことで、今回もう3つですね。で、これがその自撮り棒、三脚にもなる自撮り棒です。これなんか他のカメラにも使えるみたいですね。来ましたね。これこんなちっちゃいのにこれが10万ぐらいすると思うとね、やっぱカメラもうソニーのね、長年培った。早速どんな感じか開けていきます。はい、説明書か。いや、虫かと思いました。どうもね、今回そのカメラにすごく高音質の音がついてるみたいで、それつける用のこの風とかを防ぐね、このモフモフみたいなやつです。はい、でまあこの USB ケーブルで、いや来た、これはやばいぞ。おお、来た。はい、こんな感じの、なんかスベスベしてますね。ちょっと保護フィルムを貼るの忘れてました。そう、この保護フィルムを貼るのがね、なんか最近はもう保護フィルムを貼るサービスまでビッグカメラとかやってて、500円払えばビッグカメラで貼ってくれるんですが、まあ500円のね、牛丼1杯分っていうことで、まあちょっと自分で貼ることにしました。矢印の方向を上にしていきましょう。これいつも神経使うんですよね。今回うまいこといったわ。
なんとかこの気泡をつけずに逃げましたかね。で一応デジカメなんで、まあ、ここにこう、ね、シャッターがあるっていうのは一緒なんですけど、今回ここのボタンにちゃんとこの赤いビデオを録画できるボタンというのはここに設置されてる。これは今までなかった。だいたい今までのってね、ビデオ撮影というのはサブの機能だったんで、ここら辺に落ち着いてたんですよ。でももうこれはもう本当にメインの機能かのようにここについてるっていう感じです。 Vlog カムと RX100 シリーズっていう、こんなで裏面、早速これ電池入れていきたいと思います。これつくんかな。お、うん、ついた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 、すごい。 Mac じゃないけどいいですね。ちゃんと充電されてるっていうのが。日付入れていきます。東京で、おお来た。いやーいいですね。画面はこんな感じです。はい、こういう感じで映ってますね。はは、一応今ね SD カード入れてみました。この自撮りボン、これをつけて撮影は基本的に行うと、はい、こんな感じです。こんだけねボタンがついてる。で一応これも前のモデルと比べると、はい、この大きさの差です。あと、うわ、つかみやすい。これなんだこれ、めちゃくちゃ研究されてるんですよ、この持つ部分も。はい、というわけで、今回ねこれ開封していきました。まあ、ちょっとね使用感とかちょっといろいろとね方法とか勉強してみて、またこれこういうところがいいみたいなのをあの Vlog でお伝えできればと思います。で今回まあこれに加えてこれを買ったっていうか、まあこういうカメラをなぜ買ったかって言いますと、まず一つ目にこの RX100 シリーズっていうのはやっぱり旅とかに行くときにすごく持ち運びやすいっていう点ですね。一眼レフとか持っていったらもうすごい荷物になりますんで、まあ、それが結構大変だったっていうのが一つで、二つ目に、これはなんかさっきみたいにその背景をぼかしたりだとか、なんかそういう感じでいろんなおしゃれなあの映像を撮ることに最適されているカメラっていうところで、まあ、そこでこの Vlog カムの方をチョイスしました。ここにねすごいマイクがついてるんですけど、これに、これ、すごいな。これ、これを設置できるということです。はい、こういう感じで、風の音をちゃんと妨げてくれる、これをつけられると。だからまあ、すごい音質もいいっていうところで、今回購入したっていうこの3つですかね。今、自粛期間であんまり海外とかも行けませんが、ちょっとこれでね、何年かはこのカメラで、どっか旅先には持って行ったりだとか、まああのここの普通の都内とかでもね、このカメラと一緒に生活していきたいなというふうに思います。はい、ということでまたこのカメラ、使用しての動画もアップしていきますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、本日は2020年7月23日、東京都からお送りいたしましたビデオブログでした。それでは。いやー、これすごいですね。